私の叔父は戦前アメリカ人の下で働いており、戦争中は憲兵隊で日本国内で活動していました。戦後共産党員として活躍しました。戦前アメリカ人の下で働いていた叔父がなぜ憲兵になれたかこれは最大の疑問ですが、軍部としてはアメリカ人をよく知る人間だから使えると考えたのかもしれません。 いろいろな憶測が可能ですが、戦前戦中、ソ連のスパイであるゾルゲが、軍の中枢部と関わっていたことを鑑みるに、国内外の共産主義者が、軍の内部に巧みに接触していたことは明白です。共産主義者だけではなく、さまざまな国内外の反日工作員が、軍部に出入りしていたことも事実です。百田直樹氏の日本国旗を見ると、 陸軍と海軍双方の反目が日本の敗戦に大きく関わったことが分かりますが彼ら工作員による軍中数部の判断の拡乱があったのも否定できません現在陸海空自衛隊が大幅に制限され国防の任務に大いに支障をきたしているのも事実です日本の国土が外国の武力で蹂躙されるのは 望みませんし彼ら自衛隊員が危険にさらされるのも決して望みません。自衛隊が本来の目的である国防の任務を正常に全うできるためには軍備の充実は必至ですがそれと同時に国家としての正しい判断及び行動ができる体制も重要です。そのためには我々日本国民が 聡明な判断を下し国家を支えていくことが必要だと痛感します。